YB-60 とは、アメリカ合衆国の航空機メーカーであったコンベアが、アメリカ空軍向きに開発していた爆撃機。B-36 爆撃機を純ジェット化した機体であり、開発当初は XB-36G と呼称していた、B。B-52 爆撃機との競争施策であり、施策のみで量産はされなかった。B-36 の改造型であり、 72%の部品に共通性を持っていたが、機種や主翼面などは新設計となっている。主翼の厚さは B-36 と同様に分厚かった。そもそもコンベアが YB-60 を開発しようとしたのは、1960年代の次期戦略爆撃機をめぐる飛行式の競争があり、ボーイングが全く新しい設計思想に基づく。 ジェット爆撃機である B-52 を開発しようとしていた。そのためコンベアは、ボーイングの計画がゼロから始まるため失敗するリスクがあることに着目し、むしろ既存のデザインを改良するコンベアの提案の方が失敗するリスクも少なく開発費用も安上がりであるとした。1951年3月に空軍から予算が付けられ、フォートアース工場で製作が開始された。 この機体は B-52 と同様にジェットエンジンを主翼の下にパイロンで吊るされた4機のポットに2発1組にした8発ジェット機であった。もしボーイングが B-52 の開発に失敗した場合には B-60 として1960年代のアメリカ空軍の戦略爆撃機としてコンベアが大量発注を受けられる見込みは十分にあった。 B-36 の乗員が15名であったのに、大使は b 6 0の乗員が5名と少なくなっており、操縦系統の自動化が進められていたが依然として人的部分が残されていた。また様々な武装を施す構想もあったが、試作機では尾翼の2つの 20mm 機銃のみであった。B-52 よりも早く初飛行することを目標に制作されたが、 1五十二年四月十八日に初飛行した時には三日前にボーイングは試作機の y b 五十二の初飛行に成功していた。しかも y b 六十は多くの点で y b 五十二に性能的に劣っているのは明らかであった。y b 六十は同じエンジンを同じ数だけ使用しているにもかかわらず時速百六十キロメートル以上も遅く、 操縦が難しいという問題もあった。唯一使っていたのは爆弾搭載量で YB-52 が43000ポンドに対して YB-60 は72000ポンドであったが、しかし空軍はそれについては重要視しなかった。そのため B-60 としてアメリカ空軍に正式採用される見込みがなくなり、21世紀初頭に 至る現在までの戦略爆撃機の地位は B-52 が担うことになった。コンベアによる試験飛行はわずか66時間行われただけで1953年1月20日に終了した。2機目の試験機は武装は完全装備されていたがエンジンは取り付けられなかった。2機とも1954年に空軍に引き渡されたが、二度と飛行することはなく、 両方ともその年の7月までに技術研究素材として廃棄された。ありがとうございます。